ディック。カイリ。ヤマネトロ。サンジン。イソッピ。そうポジティブ。わらわら。今回、まあ、何するかというと、はいはい、前にね、ファッション選手権みたいにやったの覚えてる、あの、千円コーデね。そうそう、千円コーデ。そうそう、千円コーデ。で、これで、はい、あの、やってて思ったんすよ。はい、俺らって、結構ね、顔をね、平均的に見たら、なんか、可愛い気がするんだよね。おー。で、ジュンヤさ、そう、めっちゃ可愛かったやん。シナモンロールだよじゃさ、もうね、俺らって、女装したら、どんぐらい可愛くなるのか。おー。やってみたくなって。で、あの、1000円コーデ結構好評だったから、うん、そう。だからね、今回の企画、ボジョテメンバー誰が一番可愛くなるのか女装選手権で、もうね、これもね、みんなね、可愛くなる準備は OK ですかね、はい、よし、okay. ということで、ではやっていこう、そうはい、おはよう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 ございます。現在朝4時。ウー、はい、意外と明るいです。いや眠いっすけどね。まあね、これ後日撮影してるんですけどもね、これみんなね、一人ずつね、コーデ決まりました。決まったんだ。買ってきたんでね。どう？心の準備どう？いい感じ。みんな女になれる。いい感じです。いいですよ。いい感じ。みんなドスッピン。はい、みんなドスッピン。でこれね、追加ルールとして、はい、でこの視聴者の皆さんに後でね、女装した結果で、あの、投票してもらって、一番ブサイクビリだった人は、あの、原宿の声かけで1日だけね、そのこの女装の格好をして声かけ行くっていう罰ゲームが待っておりますので、はい、そうですね、あの、まあ早速、はい、決めていく？いこタイミング失っとるやん。いや、やっていく大丈夫、みんな起きてる？ウォーじゃあ、てこさあ坊主予定。どうしてるんですか？出てるとこで。うわー、いっきゃだって、クモやった、クモやった足うまいやん、お前うまみたいな気持ち悪いやつ。さあ、来ました、火曜日の放課後デート。みそっぽこちゃん誰だ、お前は。おオスカーレベル高いけど、ね、すごい顔がまだ見えない。可愛い、うわ、男お姉さんだすごい、ゆうこです。なんか何か感じもあるもん、ちょっと、うん、すごすぎよ、あいつ。今日は水曜日、放課後デート、えんこちゃんです。今日は映画を見るデート。えんこちゃん、えんこちゃんごめん、斉藤さん、うわ、飛び出してくるおばちゃんやん。あ、今ね、コンビニの帰り、うん、黒ビール買ってきたの、うん、じゃあね、バイバイうわ、この後こいつ映画見に行くのか。今日は木曜日、りくちゃんが来ちゃいます、放課後デートにどこあれ大丈夫2連ババアだな、これ上俺だってさ、間違えておじいちゃんの気にしちゃってるじゃん。うわ、すっご今タバコ吸ったのよ。すっご常に換気扇の下を俺女ね換気扇の下に住む女や。今日は金曜日、山ちゃんの放課後デートです。おっと、ごめん、待った。おお、シンデレラ、シンデレラ、本当大丈夫、大丈夫。え、ちょっと可愛くない、山さん。シンデレラ、すごい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 。今日は土曜日、
休日デートです。おーすごい、おーすごいすごい。あれでもでもなんかあれだな、あれなんか保険会社にいる割と権力強めのえしかもなんかあれじゃない、なんか味あれ勝手に私物はえでもなんかなんかおーサービス、サービス強い、サービスすごい。かわいい、かわいい、かわいいわ。あのさ、バスケ部にいそうな子だよね、うん、やっぱり恥ずかしくて帰る子だ。坊主予定、お疲れ様でした。お疲れ様でした。カンプが通っちゃってるよ、通っちゃってるよ。助走してみた。かわいい。今日のネタこれで投票ね、皆さんにしてもらって、誰が一番ブスか、イソッピも入れてね、火曜日も入れて、誰が一番誰かっていうのをインスタで投稿するんで、皆さんに投票してもらって、投票お願いします。で負けた人はあれだからね、後日ね、後日下行った時にその格好で行ってもらいますから。きついよこれ、やばいよ、電車もこれだからね。そうです、そうじゃん、そうじゃん、電車もね、お前お前とかってやっちゃやばいから、やばいよ、痴漢されたらどうこれ、これやばい、見ないで、みんな痴漢されたらどうこれ、声出してきます。楽しみに、うん、結果待ちましょう。はい、次回の動画もお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもうストーリー撮っちゃおうよ。はい、撮っちゃおうよ。